全日本女子プロレス創立25周年記念第3弾武道館情報列伝、ただいまより開催いたします。全選手入場。
女子プロレス界の総力を結集した真夏の実力闘争にどうぞご期待ください。それでは全日本女子プロレス工業会長松永隆より武道館上方列で開会宣言があります。ただいまより開会宣言を行います。全日本女子プロレス創立25周年記念第3弾女子プロレス4団体による武道館上列伝の開会をここに宣言いたします。1993年8月25日全日本女子プロレス工業株式会社代表取締役会長松永隆、続いて出場選手を代表して全日本女子プロレスブル中野選手より挨拶があります。この日本武道館は誰もが上がれる場所ではありません。ここで試合をする限りは何かを残す責任があります。今日は一人一人が生き残りをかけて女子プロレスラーが何をできるか証明してみせます。今日もやるぞ。以上をもちまして武道館上方列で全選手入場式を終了いたします。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、今回はですねお待たせいたしました、女子プロレス界としては実に8年ぶりという進出になります。ここ日本武道館よりですね夢のオールスター戦武道館上列伝の模様を、いつものように全9試合ノーカットでお届けしてまいります。解説はいつものように斉藤文子さんです。よろしくお願いします。いやいやこの日本武道館、はい、満員御礼ということですけれどもね。そうですね、気持ちいいですね。はい、8年ぶりという進出ですけれども、8年前ちゃんと武道館来たそうじゃないですか。来ました、今はなきですね、はい、デラックスプロレスデラプロという、ね、の雑誌の取材で、はいはい、来ました。そうですか、はい、いやその時からねまたお客さんの質も随分変わってね、はい、まあ、このすり鉢状のね、日本武道館超満員ということなんですけれども、今日はまた全球試合盛りだくさんの内容ですけれども、はい、一試合一試合全部テーマがありますからじっくり見ていきたいなと、はい、そうですね、はい、もちろんですねセミそしてメインのシングルマッチ、この2つはもうね女子プロレスファンにはたまらない夢のカードということになりましたけども、試合内容もそういうことながら、はい、うん、みんなが何を感じて帰れるかなというところじゃないですか。全てなるほど、はい、このね1万5000人を超える、ね、超満員のお客さんが何かを感じ取ってほしいなという今回の、武道館上列伝ということです。今日はこういったあの放送席でねもうパンフレット片手にね、はい、あの放送席というかお客さんの立場でねこういう椅子で座っての、このスタンスは素晴らしいですよね、はい、実況になりますけれども、はい、最後までごゆっくりとご覧いただきたいと思います。